天名拓人と申します。活動内容はテクノロジーという分野でプログラミングとか電子工作ロボットなどを使って、自分の好きなようにものを作っています。今回の作品はゲームのリバーシというものの局面一つを完全読みするというものです。この完全読みするというのは黒も白も一番いい手を打っていった時に結果がどうなるかっていうのを求めることです。でただこの計算というのはすごく難しいものでして、こちらコンピューターが15台連なっているというそういうような見た目をしているんですけど、コンピューター1台だとちょっと時間がいっぱいかかってしまうので15台が協力して、一つの、完全読みを行うというそういう作品になっています。今回の作品は、コンピューターをつなげるっていうものなので別にこうやっていっぱい光らせる必要はないんですけど、ただこう展示する、そしてこのコンピューターがつながっている様子を効果的に見せるという点で、こうやって光らせて、計算している今まさに計算している局面をこうやって表示しているんですけど、そういう、工夫をしています。私自身が研究としてこのリバーシ AI を扱っているという点があります。で、様々な角度からこういう、ものを扱っているんですけど、その中の一つに並列計算というものがあります。これは要するにこのコンピューターをいっぱいつなげてで協力させて一つの、仕事をさせるというもので、今回それをテーマにこういった作品を作りました。人間もこう大きな仕事をするってなったら、複数の人で集まって協力して仕事をすると思います。で実は私は社会もそういう大きな、仕事の一つでいろんな人が協力しているやっていると思っています。で私は結構これからその社会の中に入っていくっていうことになると思うんですけど、その時に私がこの技術っていうものをどう社会に役立てていくか、どう社会につなげていくかっていうところでかなり今迷っている、いろいろ複雑に考えていることがあります。でこちらの作品 4×4 の配置になっていて一つ隅が空いていると思うんですけど、こちらの隅は私が社会に入っていくその余白みたいなところをちょっと象徴して作っています。私はこの技術っていうものを、結構作品に扱うんですけど、この技術は、もちろん役に立つものですので、結構多くの人が役に立っていることを前提として技術っていうものを扱っていることが多いと思うんですけど、ただ私は結構もう本当に遊びの延長線でやっているっていうのが大きくて、そういった遊びっていう感情、楽しいっていう感情で、技術を扱う人がなんか増えると面白いなと個人的に思っていて、そういった信念で活動しています。また技術と社会の、関わり方に興味がすごくあるので、技術がこう社会とか人間とどうやって関わっていくべきかっていうのを、考える、よく考えて技術を扱っていくっていうことを大事にしています。